男子 5000m 決勝。2023年日本選手権男子5000のレースが始まりました。実況解説はランニングフォーム改善トレーナー鈴木隼人です。今回の5000はかなりの混戦なので上位争いは予想しづらい状況ですが、2連覇中の遠藤日向選手を筆頭に日本選手権優勝経験のある松枝博輝選手、坂東雄太選手、大迫傑選手、上野雄一郎選手と歴代チャンピオンが5人、表彰台経験もある清水寛太選手、吉大和選手、今季好調の塩尻和也選手や伊藤達彦選手、田村和樹選手、大学トップレベルの佐藤啓太選手、吉岡博人選手、鈴木芽吹選手、石原翔太郎選手など注目選手が目白押しなので、いろいろな選手のフォームを見ながら実況解説していきたいと思います。まだ1周目なので位置取りはなかなか決まってこないですけれども、中盤ぐらいに有力選手が集まってきたかなという感じですね。ここからどうレースが動いてくるかね、楽しみにしたいと思います。先頭はオープン参加のベナード・コエチ選手、グレオファス・カンディア選手がペースメイクをする形ですが、そこについたのは中央大2年の吉井俊介選手。約1ヶ月前のゴールデンゲームズ・イン・延岡で13分27秒33と調子を上げてきています。兄の吉大和選手がね、大学1年で日本選手権3位にもなったのもあって、弟の俊介選手も日本選手権で結果残したい気持ちはあると思いますね。日本人選手2番手はスバル清水寛太選手、3番手がトヨタ自動車九州横田久馬選手、4番手に中央大4年吉大和選手と続いています。2周目ですが、だんだん縦長になってきて、有力選手は真ん中ぐらいに多く構えているような展開ですね。でここで立教大監督の上野雄一郎選手も上がってきましたね。37歳でこの1ヶ月前の延岡で13分32秒36と年齢を感じさせないですね。上野選手の特徴の、体幹のリラックスさせて脱力する感じはね、ちょっとこの今の走りは見受けられないかなと思うので、少し力を使って上がってきた感じもありますけど、若い選手たちに世界選手権の参加標準を狙っていけよというような走りで、ね、激を入れているようなフォームに見えますね。ちなみに赤いユニフォームの横田久馬選手、実業団選手ですけど、世代的には大学4年の年で吉大和選手とも同期なので、後ろにいる吉大和選手もね、少し意識する部分があるかもしれないですね。そのもう少し後ろには学生選手も集まってますね。順天堂大1年吉岡博人選手もね、前の方に出てきて積極的ですね。はい、ではここで気になる大迫傑選手、真ん中ぐらいに位置取ってますね。7年ぶりでマラソンを主戦場にしてから日本選手権の5000に出るのは初とのことですが、スピードとマラソンの持久力、両方を上げるの非常に難しい部分ですよね。若干腰が高くてトラックのスピードに合わせるなら、腰が少し低めで地面をしっかり押せるフォームの方が良さそうですね。地面を押す力が跳ね返ってこずに、本来の大迫選手の足の回転の速さがないようにも見えるので、キロ2分40ペースだと腰の高さが逆に力みにつながっちゃってるかなと思います。現在日本人トップは上野雄一郎選手ですね。オープン参加の海外選手は骨盤前傾して腰の反りとか、股関節からの後ろへの蹴り出しとか、足が後ろに伸びてくるようなフォームなので、後ろにいると、接触しそうな感じで走りにくそうですよね。ちょっと上野選手がバランスを崩しかけたところで前に出ましたね。上野選手のスピードの投げ方もいいですよね。上体の前傾をちょっとだけ強めて、蹴り出す力の向きをより後ろに向けて加速したので、最低限の力で加速したように見えますね。上野選手、九電工の小市選手の後ろに入りましたね。三菱重工の管理栄選手の後ろは正直走りにくそうでしたからね。その管理栄選手の後ろ、日本人2位は横田久馬選手ですね。1ヶ月前の延岡では上野選手と横田選手が競って、横田選手が先着しましたけど、その時は思い出されるような展開ですね。横田選手は胸から肩周りの力が抜けて、肩甲骨をうまく使いながら後ろに蹴り出していくスピード型のフォームですね。今のフォームは本来の肩甲骨からリズムを作るフォームというより、ちょっと蹴り出しに力みがあるようには見えますね。蹴り出した後の一瞬に足の停滞感があるのがね、この後どう出てくるかなというところですね。4位には塩尻和也選手が上がってきましたね。
塩尻選手は肩から足までリラックス感がある楽そうに見えるフォームですね。2000メートル手前で順位も動き始めてね、集団も縦長になってきましたね。遅れ始めた選手も出てきましたかね。黒崎播磨、田村祐介選手、住友電工阿部裕樹選手、いつもは体幹が上に引き伸ばされるような形で、ね、体幹に強さがある2人ですけど、接地の衝撃で体幹が潰れるような形でブレてますかね。もう少し前の選手はしっかりと体幹が使えていると思いますね。ただ逆に上に引き伸ばされる感じが強くても浮くような形で地面を押し切れないパターンもあるので、そこが5000の難しいところですよね。大迫選手ですらその調整がうまくいってないように見えますから、その難しさがわかると思いますね。集団の中盤には学生選手がまとまっている感じですね。その前には富士通でまとまって、その横から遠藤日向選手も上がってきましたね。遠藤選手は先月の延岡を棄権してコンディションがちょっと怪しいんですけど、後ろから様子を見ながらここで上がってくるというのは実力があるからこそですね。その後ろの富士通3人は全体的に身長高めですよね。でも松枝選手、坂東選手はね、ストライド任せにならずに、ピッチも上げられてスパートのキレがいいので怖い存在ですよね。さすがに駒大2年の佐藤啓太選手も遠藤選手をマークしていると思うので、離されないように上げようとしてますね。佐藤啓太選手、長身でストライドは日本一だと思うんですけど、ピッチを上げてスペースを上げるのが苦手なので、こういう位置取りで瞬間的にペースを上げるのもね、これから改善してほしいところですね。多分日本だと周りの選手とストライドのピッチも合いにくくてね、やりにくさもあると思いますね。ここで上野雄一郎選手がトップに出ました。最年長37歳が若手に激を入れ始めましたね。ずっと引っ張ってくれていた小市選手、ちょっと前傾が足りなかったり、その後ろのカンディエ選手も少し重そうな感じなので、ここで誰か出ないとスローになりそうな展開でしたね。2位のスバル、清水寛太選手も間を詰めてね、ペースは落ちずに済みそうですね。吉大和選手もいい位置につけてますね。大学1年で再入賞した時はもっとストライド寄りでしたけれど、大学の間にフォアフットに変えてきた中でピッチ寄りに変わってきたなと思いますね。吉大和選手は肩をロックするように使っていて、正直脱力感はないんですけど、肩も含めて体幹とか骨盤周りとかも大きく動かしすぎずにピッチを上げやすいフォームですよね。ただちょっと上野選手がペースを上げて吉大和選手ついていけないでしょうかね。遠藤日向選手が一つ順位を上げましたね。ここで松枝博樹選手も一緒に上がってきましたね。2017年19のチャンピオンですね。ただ上野雄一郎選手もっとペース上げますね。急なペースアップには対応できずに差ができ始めましたしね。小市選手もついていけないですね。さすがにここですぐ差を埋めようとしても消耗してしまうのでね、後ろの選手は徐々に差を詰めるのが得策ですけど、ただ3000メートル手前で世界レベルのレースだと、こういう仕掛けで日本人選手離されてしまうのが実情ではあるので、ここは頑張ってほしいところですね。はい、ただね、上野選手、ね、ここで前を譲ったでしょうかね。はい、日本人トップになったのは塩尻和也選手、2位が遠藤日向選手、3位が清水寛太選手、それに続いて吉大和選手、松枝博樹選手、佐藤啓太選手、塩澤奇跡選手、田村和樹選手、鈴木芽吹選手、池田洋平選手に先頭集団絞られてきましたね。顔の池田選手、アジア大会 MGC とね、10月あたりにマラソンでビッグレースがあるんですけどね、積極的に最近もトラックレース出てますよね。ただやっぱりマラソンっぽい地面の押しが軽いフォームには見えますね。ただね、池田選手、反発が強い選手なので、マラソンのフォームの中、うまく5000に合わせているようには見えますね。塩尻選手が先頭立ちましたが、小市選手も引っ張るのが仕事なので前に出ます。小市選手ピッチ走行で、塩尻選手はね、足が後ろに伸びるゆったりとしたピッチなので、リズム合わないですね。集団もだいぶまばらになってきましたね。本田小袖秀人選手が先頭集団に追いつこうとしてますね。小袖選手も腕振りが後ろにも下にも大きく振って、こういう腕振りは蹴り出しが強いスピード型のフォームですよね。先頭集団はオープン参加を除いて9人になりましたが、最初からいい位置にいるのが清水寛太選手ですね。躍動感があって若干跳ねるんですけど、落ちた瞬間一気に地面に力を伝えて、また跳ね返るというフォームですね。腕を、ね、下に振り下ろすときに、
胸の回線の力も乗せて振り下ろすので、まあ、一瞬で地面に力が伝わりますよね。まあ、日本人5番手は住友電工田村和樹選手。蹴り出した瞬間腰がぐっと反って若干力が逃げるんですけど、まあ、その分しっかり前傾して綺麗に胸も張れて、後ろへの蹴り出しの向きが最適化されて前の推進力が出ていますね。はい、大迫選手も傷そうで頭揺れてきましたね。石井俊介選手は序盤頑張りすぎましたかね。上野選手もペースメーカーのような形になってしまいましたけどね、素晴らしい男気でしたね。 YKK の森山慎吾選手は跳ねる感じですけど、腰高で反発感もいいので対空時間が長い、きついところも粘れるフォームですね。はい、残り3周で大迫選手が止まりましたね。さすがにマラソン中心で5000も日本選手権で戦う難しさを物語っているのかなと思いますけどね。はい、ここで小袖秀人選手が駒田4年鈴木芽吹選手を抜きました。小袖選手は中盤までの位置取りもったいなかったですね。上野選手がペースを上げた時に離されて一人で前を追ってるので、やっぱり5000も位置取りは大事ですよね。先頭集団7人です。ラスト1000で塩尻選手が抜け出しました。遠藤選手も王という仕草ありましたけど、ついていかないのかついていけないのか、ね、コンディションの問題もありますかね。まあ、若干いつもより踏み込みが軽いので上げきれないように見えますね。まあ、とはいえラスト、ね、遠藤選手のキレがあるのでね、塩尻選手はそれに負けないようにロングスパートですね。スパートのキレがない選手はここでついていきたいですが、そこまで余裕度がある選手はいないですね。まあ、一気に差が開いてきましたけど、遠藤選手はフォアフットで足の回転もコンパクトなので、ピッチでスパートのキレを出せるんですよね。まあ、それまでね、ラスト勝負まで我慢という感じですかね。まあ、一方塩尻選手は一軸走法で背骨の細い中心軸から足を後ろに蹴り出して、足が後ろに伸びてくるところまで持っていけて、ゆったりしたフォームに見えると思います。まあ、これは力まず最小限の力で蹴り出しているということですね。まあ、ただこれだけ足が後ろに伸びてくると、まあ、ラストにピッチを上げにくい面もありますね。まあ、かなりスピードね、ロングスパートで上げてるんですけどね、力感はそんな変わらないのがね、素晴らしいですよね。3位には塩澤奇跡選手、身長も179センチ、明らかにかかとが浮いたフォアフットで身長が余計に高く見えますけど、腰を柔らかく反って蹴り出せるので腰高でもスピードがあります。小林歩夢選手は腕を上に振る粘りやすいフォームなんで上がってきましたね。鈴木芽吹選手も胸を張ってあまり前傾しないので、ね、腕を上に振って粘りやすいフォームですね。ラスト1周、塩尻選手も独走体制ですかね。2位集団からは田村和樹選手が離れたでしょうか。塩尻選手30メートル以上離れてますかね。ラストスパートで遠藤選手もどこまで詰められるか注目ですね。はい、残り300ですね。遠藤選手と清水選手、ピッチも上がってきて一緒に前を追います。少しずつ差は詰まっているように見えますけどね。塩尻選手も腕を大きくしてピッチよりもストライドを伸ばしてスパートという感じですかね。ストライド走法の選手ってスパートでピッチを上げきれないのが弱点になりがちなんですけど、そこは後ろの塩澤選手、佐藤圭太選手などもね、長身の選手も似た感じの弱点がありますね。はい、かなり差が詰まってきたように見えますが、もうラスト100、2位争いが熾烈ですが、どうでしょうかね。清水選手の方がピッチは速そうですが若干跳ねるので、遠藤選手の方が地面を押す力が出ているでしょうか。はい、塩尻選手は確信したような走りになりました。優勝は塩尻和也選手、2位は遠藤日向選手、3位が清水寛太選手でした。4位争いはかなり団子ですが、佐藤圭太選手、田村和樹選手、塩澤奇跡選手の順で 0.15 の差の中で入ってきましたね。今季5000の持ちタイムトップだった本田伊藤達彦選手はあまり見せ場がなく終わってしまいましたね。4位に入った佐藤圭太選手の話に戻りますけど、佐藤圭太選手が6位だったところを巻き返してきたのは、まあ、スパート力がついてきた証拠ですね。駒大で1年間澤廉選手と練習を積んで成長してきたところでしょうかね。上野選手の靴左右色違いなのがずっと撮影しながら気になってたんですよね。ほぼ14分ちょうどぐらいでフィニッシュですね。まあ、プーマのスパイクのはずなんですけどね、上野選手の特性の色なんですかね。私もちょっと正確な情報は知らないので、知っている方いたら教えていただけると嬉しいです。はい、ということで2023年日本選手権男子5000のレースは終了です。塩尻選手のロングスパートが印象的なレースでしたが、いかがだったでしょうか。やっぱりスパートの爆発的なスピードがなかったらロングスパートをしないと勝てないというのが分かるレースだったのかなと思います。4位と3位の差が3秒差なのでね、
表彰台を逃した選手はロングスパートで貯金を作れるようになってほしいですね。まあ観客のね、こっち側の立場のね、わがままなんですけど、スパート合戦になるよりもラスト1000から盛り上がった方が見てる方は楽しいので、そういう選手が今後どんどん出てきてほしいと思いました。では最後は塩尻選手のインタビューで終わりたいと思います。ありがとうございました。今日も走りしていければと思います。おめでとうございました。